食2号です。今日は木曜日ですので、今日ちょっと通院ですね。また整形の方に行ってこようかと思います。左足のですね、ちょっと痺れが取れないんで、今日は注射ですね、まあ、やってもらおうかと思うんですけどもね。腰の痛みはだいぶ取れてはきたんですけども、ふくらはぎの裏の方と、あと親指ですね、なんか腰痺れが残っちゃってる感じなので、4月くらいからですから、もう3ヶ月行ってるんですけどもね、なんかあんまり良くなってないような気もするんですけども、それで今朝はですね、若干こう雨が降ってたんですけども、まあ、今は上がってきてますね。でね、昨日の最高気温ですね、こちらの方31度くらいまであったんですけども、今日は、26度と、まあ、比較的過ごしやすい気温帯ですね。まあ、昨日はちょっと晴天だったので、まあ、さらに暑く感じたんですけども、まあ、今日は曇り空ですね。これくらいですと、まあ、過ごしやすいんですよね。今日はちょっと半袖で出かけてますけどもね。昨日もですね、ちょっと自分の担当してるあのアイスが異常に売れまして、昨日補充3回か4回しましたかね、なんか出してもなくなるっていう感じで、ちょっとあの売り方は異常でしたね。あの青木さんのコメントというか、あのツイッターの方にあったんですけども、ガリガリ君ですね、今がやっぱり一番売れるんでしょうね。と今はですね、ソーダとスイカ梨ですね、あとは不良在庫のですね、あのコーンポタージュ味を今4種類置いてるんですけどもね。コーンポタージュは、ですね、なんかレモンジーナみたいな感覚の商品で、あのピークがすごい短かったんですけども、ピークが過ぎてですね、なんかすごい大量に来ちゃったみたいで、まだ冷凍庫にですね、大量に眠ってますね。で大体60個くらいは売ったんですけどもね、まだまだちょっとまた年を越しそうな感じなんですけどもね、あれも値段ちょっと下げては売ってるんですけどもね。他のやつはまあ結構さばけた感じではありますけどもね。かき氷もですね、今は出てるんですけども、お盆過ぎると、ほとんど売れなくなっちゃいますので、発信しましたね。なんかこちらもまた土を持ってる感じですね。が売れてきてるんで、まあ、今冷凍食品がですね、動き止まっちゃってる感じなんですね。昨日もちょっと冷凍庫パンクしましたからね、あまりにも量が多すぎて入れなかったんで、今日は若干控えめにしてたんですけどもね。あ、
は最近冷凍食品とアイスにですね、なんか潰される夢を結構見るんですよね。ちょっとうなされちゃってる時があるんですけど、カメラを持ってきましたので、駐車中はですね、ちょっと録画しておこうかなという感じですね。まあ、前回の件がありますからね。デジカメも結構買っちゃってたんですよね。まあ、在庫というか、5つくらいありますかね。なんか調子悪いのも結構あるんですけども、まあ、今日はですね大体10時くらいになっちゃいますんで、早くて11時くらいでしょうかね。まあ、1時間くらいちょっと録画しておこうかなという感じですけどもね。元気の日はちょっとお休みですね。この間のサウナもなんか4回でちょっと疲れちゃったんでやめたんですけどね。とまあ回数券がですねあと1枚しかないんで、26日にちょっと買ってこようかなという感じですけどもね。回数券だと1回あたり567円になるので結構お得なんですね。土日行くと多分お得感が強いんでしょうね。まあ今日いっぱいですね。木曜日はこれなんてあんまり来たくなかったんですけどね。前と同じ場所にちょっと止めてみますので、こちらでカットします。失礼します。あ、はい、僕は橋本です。ちょっと雨が降ってきましたね。あと前回ですねイオンでお茶が買えなかったんで、まあ行けなかったんですね。でちょっと今日はイオンの方にこれから向かいますね。まあちょっと、まあ、
局安ければちょっと箱買いしようかなという感じですね。冷やしすぎるとですね、温度差が激しくてちょっと、体調が悪くなったりするので、一応エアコン設定は26度にしておきましたね。外と大体一緒で、エアコンですから湿度が取れる感じにしてるんですけどね。カメラ回しっぱなしにしてたんですけど、今日は大丈夫そうでしたね。ちょっと前回の件がちょっと気になって仕方なかったんですけどね。この後11時半でスタミナタウンさんでちょっと昼食を取っていきますね。今日も割引券使いますので、腹いっぱい来るとは思いますけどもね。今日次はですね、ちょっと駐車で20分ぐらい待ちまして、多分薬がちょっと今日時間かかっちゃいましたね。大体1時間くらいでは終わりましたけどね。下がりましたね。135円になってますけど、137円くらいでは入れられますけどもね。ここにはエネオスさんありますけども、約2キロ先のですね、篠巻港インターのところにもできるということですね。
病院にも同じやつ泊まってましたね。カットします。失礼します。はい、もか職人号です。ですね、今日は発酵が売ってなかったもんで、バラで6本ですね、ちょっと買ってきましたね。833円でしたから、ですね、120円くらいちょっと値段違いましたけどね。高速バスですね。38円でしたね。また安い時に、6本くらいちょっと買ってこようかなという感じですね。で、11時半が開店ですので、もうちょっとで開店ですね。ちょっとあと注射打ってきましたんで、温泉は行けませんからね。あと時間見てですけども、月曜日にですね、リサイクルショップさん見てこれなかったんで、警察署の前のリサイクルショップさんとはですね、じゃあですね、ブックオフさんの隣にあるオーディンというリサイクルショップさんですね、ちょっと発信をしてからちょっと帰ろうかと思ってますね。
売店さんの前を通過しますね。スペーシアでしょうかね。あ、スペーシアですね。雨が上がってきた感じですね。ちょっと今日は天気が不安定ですけども、またちょっと梅雨に逆戻りという感じですね。昨日は本当晴天でですね、梅雨が明けたんじゃないかという天気ではあったんですけどもね。
で切ってきましたね。骨組みも結構大きめのスタンドになるんじゃないですかね。ポイント5倍率が高ければ利用しますけども、どうなんでしょうかね。それでは、食べてきましたので、今度はですね、混浴をですね一周してこようかと思います。今日は今の職場と一緒に働いたことがある人とですね食事をしまして、結構話も弾みまして、90分あっという間に終わってしまったという感じですね。
ちらから行きますけどね、雨もだいぶ上がってきた感じですね。今日は降ったりやんだりと、と梅雨が戻ってきてしまったような感じですね。ですね、リサイクルショップさん2軒はしごしましたら、ちょっと帰ろうかと思ってますけどもね。昨日もちょっとまた寝不足だったもんで、いつもの通りアップロードしてる時にですね、また仮眠取ろうかと思ってますね。
煙っぽくなってますね。自販機の輸送でしたね。まあ、ちょっと信号のタイミングが短いんで困るんですよね。
前ですね、余計でじゃないといけませんね。一回変えないとダメみたいですね。ここ蕎麦屋さんですね。ちょっと今度は行ってみようかと思いますけどね。あとで地図調べてみますけどもね。
この地盤沈下のところもだいぶ上がりましたね。この辺かなりガタガタでしたからね。なんか BGM っぽいのが聞こえますけども、危ないですね。YouTube 最近うるさいですからね、この BGM も。シラケンのかまぼこはこちらにあるんですね。1時間ぐらい経っちゃいますけどね。
目打ちないんですね。地図でちょっと検索してみますけどもね、日和山からのちょっと抜け道がないんですよね。こちらでカットします。失礼します。はい、もかしょぐみこです。リサイクルショップさん2軒目にちょっと行こうかと思います。ちょっとですね、入力切り替えキーがあったんですけども、ちょっといらねえなっつう感じではありましたね。ですから大体15分くらいいたんですね。VGA というか入力切り替え機は3個までつけられるやつだったんですけども、自宅にですね
2つまで切り替えたやつ持ってるんで、あれはいらないですね。はですね、あの陸前山下駅の反対側から出てくる感じだったんですけども、ちょっと戻ってきちゃったんですよね。NHK ですね、中継局ですね、こちらは。なんか取材かなんかあったんでしょうかね。これは工業の前に出るルートですけど、ちょっとルート失敗でしたね。さっきの裏道ですとこの左手から出てくるんですけどもね、
アルトの新型ですね。商用車なんですけど、これ5ナンバーですね。これ5ナンバーですね。来た方が良かったですね。NHK の中継局が今夜に来ましたから、なんか取材でもしてんでしょうかね。ちょっと気になるところですけどね。東日本行きましたね。
たね。うわ、ちょっと抜けるのに10分くらいかかったんじゃないですかね。ですけど手前が赤だから進まないんですよね。だからタイミングこれおかしいんじゃないかと思うんですけど、でこれ結局つながっちゃって渋滞を起こしてんですよね。それでは帰りますね。なんか今頃になって青空が出てきましたね。
変な天気ですね。今頃になって晴れ間が出てきた感じですけども、
さんで終了ですね。こちらは舗装終わりましたね。失礼します。お疲れ様でした。